エロいおじさんに嫌悪感があり、勘違い発言に過剰に反応してしまって悩んでいます。どう考えたらいいですかと。どう考えたらいいですか。だから、こう、女性として生理的になんかおじさんを嫌なんだろうね。だから生理的に嫌なんだろうね。生理的に嫌なんだけど、それだと社会生活を送る上で困ってしまうということだよね。だからどう考えたらいいですかってことだけれども、まあ自分の本能というか、自分は生理的にこういう人たちが苦手なんだなとか、嫌悪感抱きやすいんだなと思う。だけど、この人たちも悪い人たちじゃないし、危害は加える人たちじゃないんだから、大丈夫だろうと思って、そのバッと出てきた感情を抑えるっていうことですね。だから感情とか本能では嫌がってるけれども、それを理性でちょっと押してあげる、戻してあげるといいと思うんですね。そう考えたらいいと思いますよ。だから、ね、まあ嫌だけど、まあ社会生活を送るには仕方がないなと思えばいいということですね。はい。